鈴木さん、はい、まあ、このドラジからリニューアルして最初なので、ぜひともですね、まあ、今日は今年のドラゴンズについて OB 会長にいろいろとこう振り返っていただきたいと思うんですけれども、まあ、やはりあの開幕の巨人戦、はい、あそこでですね、よし勝てるなと思った試合、田嶋が打たれて、結局3つ行かれた。ちょっとここから最初の大きなつまずきだったように私は見るんですが、いかがでしょう。あっちゃいけないこともありましたから ね、それも最初からね、でだから田嶋自身もそうなんですけど、どうでしょう、後ろに守ってたやつらが一番不安になったんじゃないかなっていう感じがするんですよね、で少し引いてましたよね、それをね、はい、でもなんとかね、まあ、軌道に乗ったっていうか、それなりにね、あのゲームになってきましたけど、やっぱ最初のあのガクンと転んだことは、これはチームにとってもそれは幸先悪いですよね。ですね、まあ、そんな中大野に始まった今年ですけれども、はいはい、まあ、大野もねキャンプ中からずっともう開幕投手は自分がやるんだっていうことをあえて口にも出して、ね、でそこに照準合わせて確かにそこ持ってきましたが、勝てるまで時間かかりましたもんね。ですね、大野もその気になっていうか意識してキャンプやってましたからね、はい、で素晴らしいキャンプをしましたよね、で、まあ、オープン戦も最後いい締めだったですよね、はい、よしこの感じだったらいけるなとそう思ったらこれですもんね、で一つ足踏みをするとなかなか立ち上がらない、転んじゃうと、はい、でみんなで起こそうともしない、それをだから見てると結局孤独感に弱い、最終的に見てるとあこんなもんなのかなっていう風にしか見れなかったですね、弱いってことですよ、はい、その孤独になると弱いってこと、だからそういうところですよね、だから技術も、ね、大切ですよ確かに、はい、でも結局は自力ですよね、各個々の選手のね、はい、だからそれはもう全然足りなかったですね、はい、まあね、最初に今年のドラゴンズを一言で言うならというと足らずという言葉を、ねね、おっしゃって、今まさにその足らないっていうことが出てきたんですけれども、まず投手陣足らなかったことは何でしょうか。あ、もう先発ピッチャーが足りたけど足らなかったですね、内容は ねバルデスがいてくれたからいいようなものの、そうですよ、ね、結果的にそうなっちゃったでしょ、バルデスだったら、はい、どうでしょう、4番目5番目ぐらいにいてくれないと、それと私はもう去年も言いました、今年も言いましたけど、はい、優勝という2文字を追うんだったら、やっぱり吉見なしじゃ考えられないですよっていうことをずっと言ってましたけど、はい、だ結局柱足らずですよね、柱ができなかったですもんね、はい、まあ、柱がないということはちゃんとしたしっかりとした建物が建たない、そういうことですね、まあ、結局なんかテントみたいな感じで今年1年やっちゃったというような感じですかね、はいはい、よく屋台骨とかね、はい、なんかそういう言葉使いますけどね、もう結局その屋台の柱がなくて骨ばっかりだったかなっていうね、というそんな感じがしますね、確かにね、はい、なんか寂しい話ばっかりになっちゃうけどねそうですね、まあとはいえ明るい話題といえばですよ、まあ、又吉がチーム事情で、ね、まあ、先発やるのかと思っていたら中継ぎから始まりましたけども、はいはい、先発に一旦移った時には素晴らしいピッチングやりましたね。もうそのよくこんなにこう何自分を転換できるかなっていうね、はい、それはただ単に又吉の器用さじゃないですよね。おお、なんだこれ先発やったことあんのっていうぐらいのこのスターティング、はい、それとこの中ですよね、中の投げ方、これでまあ締めはねもうみんな一緒で、あの後がいますからあれですけど、はい、まあその一番よく言うこの立ち上がりってやつですよね、はい、これはもう若くとも、お年寄りでも経験者でも絶対難しいですからね、だから難しかったですよ本人もきっと、これでも難なくこなしたように見えましたからね、はい、この辺は評価できましたね。ですね、でもね又吉がね、はい、何4年連続50試合、はい、それをダーンとねスポーツ紙にもでっかく書いてあるけど、いいのかなと思いますね、すごいなんかねいいか心配なんですよね、壊れやしないかなっていう、まあ、確かにね、はい、まあ、その何年連続っていうことで言うと今年、まあ、岩瀬最終的には自ら申し出て2軍行きになりましたけども、
今年はなんか岩瀬の意地を見た1年だったように思います。そうですね、はい、なんかあの変化球を一つ覚えてね、うん、なんか腕の振りがまたスムーズになったっていうようなことは聞いてますけど、まあ、それだけじゃないと思いますね、はい、で我々見てても、まあ、断末魔とは言いませんけど、うん、それに近いものがありましたから、はい、だからそれなりに、形はできましたよね、うん、でも今度高知県人、はい、これは難しい。私だったらお断り、来年高知県人ですからね。実はね、やっぱりね、詳しいことは言えませんけど、横浜で何人かの関係者と話をした時も、やっぱり岩瀬と荒木の高知県人、結構疑問視する声は内部からも上がってましたね。それはね、周りはみんなそういうことを思うでしょうね、はい、それとその野球を知ってる人、知ってる人はなおさらですよね、うん、ですね、はい、だから私もその一人ですよね、はい、クエスチョンですよね、まあ、その辺どういうふうな折り合いをつけていくのかという部分もね、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと気になるところではありますが、あと、まあ、今年はですね、柳がドラフト1位でしっかりとまあ1軍でも登板を果たしましたけれども、柳はどうでした、実際にこう今シーズンご覧になってみて。もうまず新人王候補だったですよ、私の兄弟じゃなかったですもん、はい、これは役に立つなと思いましたね、うん、明治大学のキャプテン、まずそこからなんかね強そうに見えたしね、はい、川上憲伸の2番手で来るかななんていう風な、はい、勝手な想像してましたけどね、まあ、弱かったですね体が、うん、ね、でまあ投げっぷりを、まあ投げっぷりっていうのはどうでしょうね、これはもう経験していろいろ痛い目にあって、はい、これは全部学習になりますからね、まあ、これは心配しないとして、やっぱりあれですね、ローテーションを一シーズン、ね、投げ抜いてくれるという、うん、これですね、はいはい、内容をともかくとして、ね、それができて初めて先発ピッチャーとして1年前ということですもんね。そういうことですね、うん、体を強くするって一口に言うけどね、何やっていいか分かんないですよ、本人は。そりゃそうですよね、きっと、まあ、ただそういう点で言うと、やっぱりあのドラゴンズって岩瀬がものすごくいいお手本になって、もう鉄人と言われるだけのあれだけの登板数ね、490試合もやってっていうところで、でもメンテナンスをどうすればいいかっていう部分は他の球団よりはすごくこうちょっとこれだけはドラゴンズ抜きに出てるかなというかするんですけどね。これはまあいいお手本がいますよね、うん、でバックのスタッフもビシッと揃ってますからね、はい、これはもうあとは本人の意識かなっていうところですよね、まあ、特に強打もそうですが、初めて、はい、これだけ長い期間ずっと野球をやり続けて、それがもう今やもうゴールそこに見えるっていうところまで来たわけですけど、はい、こっからがある意味次の勝負ですもんね。そういうことですね、毎日試合やるってことはこれぐらいきついんだぞっていう、もう思い知ったでしょう。でしょうね、でまた来年すぐ来ますからね、はい、はい、さあその強打ですが、まあ残念ながら昨日4打数ノーヒットということで、長嶋さんの記録に並ぶか抜くかというところ、だいぶ厳しい状況、あと4本というところなんですが、並ぶまでが、うん、まあ、厳しいですけどね、これは可能性がある限り挑戦しなきゃいけないってことですよね、まあ、私の正直な本音はもう長嶋さんだけ抜かないでくれって本当に結構ね、京田本人もね、そこはすごい意識があるようで、まあ、あの本人にね、いつかね冗談半分で言ったことあるんですよ、はい、お前長嶋さんだけは抜くなよっていやそれも抜けませんからとかってそういう話になりますよね、でもね本当にね近づいてきましたからね、はい、本当抜くんじゃないかなっていうね、あれですよね、なんかだから新人の最多安打の2番目で勘弁してください、ドラゴンズの一着なんだから、いや確かにそれはそうなんですけど、ただね、まあ、京田も新人王なんか安泰だとは思うんですよ私は、ただ、はい、問題はですよ、記者投票ね、これどうしたって東京運動記者クラブの人間がまあ多いわけです多いですよね、これ票数みんな1票ずつですから、多いですよね、これちょっと我々あれですかね、中部運動記者クラブとか関西とかも一緒になって1票の格差でちょっと問題にしてみますか本当絶対向こうですもんそうですよ、ね、私もね思い出した、沢村賞の選定で、はいはい、で記者の方はもう君だって言うわけですよ、で自分でも俺だと思ってたわけですよ、はい、
で沢村賞っていうのは本格派のピッチャーがもらうっていうのはもうね、イメージとしてありましたからね、はい、そしたらね違いましたね違いましたよ。沢村賞っていうのは先発ピッチャーの賞なんだっていう風になりましたね。その時ですよ、はい、私に伝わった理由としてね、そしたら後から見たらもう全然抑えのピッチャーやってもらってるでしょ、うん、でもらった人がサイドスローの人だったんですからねそれもね、ああ名古屋だなと思いましたね。ああ、これもちょっと余談だなしてもらいましたけど、本当そんなことがあった。考えてみりゃ確かにおかしいんですよ。そう、あのね村上さん言う通り東京の票のがずっと多いの、ね、はい、それは本当いつも感じるんですよね。それは村上さん持ってる？持ってます。持ってるんでしょ、はい、持ってるでしょ。でも合わせても大した数じゃないですよね。名古屋だとね、名古屋だとね、名古屋束になっても東京にはかないませんね。かなわないですよね。それだけ違うんですね、違います。それと向こうが試合多くやるでしょ。そうでしょ。でチームが3位でしょ、はい、A クラスになった原動力で10勝しましたよね、はい、彼がね、はい、そうなんですよ、ね、彼がいなかったら A クラスないよっていう評価になりますからね。これはね、強打がダントツの成績なんだけど、はい、本当微妙ですよね。まあなんとか取ってほしいなと思うんですけど ね、 だから一つぐらい明るいニュースくれたっていいんじゃないかっていう、欲しいですよね。大威張りの成績ですからね強打は、ね、すごいですね。いや、まあ、パリーグでは西武同じく新人でショートを守った源田がフル出場を果たしまして、はい、まあ、こちらはもうあっさりと長嶋さんの記録も抜き去るということ で、 ですよ、ね、こちらはもうほぼ源田で新人は間違いないでしょうから、ぜひともね新人でショートを守っても140試合以上2人とも出て、いやすごい年だったねって言いたいですよね。本当ですね、レベルが高いですね新人に置いちゃね、はい、高橋由伸とあの、ね、川上憲伸の争いの新人王と一緒ですよね、はい、本当ですね。あの時も本当に注目されましたもん ね、 新人を2人挙げてもいいのになと思ったぐらいの成績ですもんね。本当これどうなんでしょう、同票だったら2人に挙げるんですかね。挙げてもいいでしょう。そうですよね、もうもうそれチームの順位があの何上の人なんてねもうそうじゃなくて、はい、2人に挙げてもいいと思いますよ。本当ですね、今週は小笠原慎之介投手を取り上げてまいりましたが、いよいよ今日がその最終回ということで、今日のテーマ来シーズンに向けて、ここまでの反省を踏まえて入団3年目となる来シーズンに向けての課題や目標を聞いてみました。いわゆるまあ2度目のオフシーズンということになっていきます。あの現段階で、まあ、宮崎のフェニックスリーグいろいろこうオフのプランであると思うんですが、そのあたりどうですか、はい、そこに関しては監督からにも何も言われてないんで、ということは現状ご自身の希望としてはやっぱりこうフェニックスに参加してギリギリまで実戦で登板していたい。そうですね、なるべくその間隔を長く空けないようにはしたいんで。あとどうでしょう、まあ、実戦登板も含めこのオフちょっとこういうことをやってみようというふうに今描いていることってありますか。引きこもろうかなと。どこにですか。いい意味で、すごいムキムキな人がいっぱいいるところ。ジムに、はい、おう、それは肉体改造。去年も何回行った、何回か行ったんですけど、うんうん、やっぱりそういうこともやっぱりやらないと、うん、1年間戦える体にはできないのかなっていうのは、うん、感じてるので、うんうん、それは、まあ、ドラゴンズの先輩方は皆さん行ってらっしゃる鳥取ではなくて、ではなくて、うん、はい、ごめんなさい、ちょっと突っ込んで聞きますが、自分の今の体をどうしたいっていう思いですか。それはいや、大きくするというよりかは、うん、その投げるための力の入れ方だったりタイミングだったりっていうのは、うん、投げる以外でやるんだったら、うん、まあ、ランニングと筋肉トレーニング、筋力トレーニングっていうのが多分大事だと思うので、うん、そのバランスが多分良くないと、うん、タイミングがあっても力伝わらないんで、うん、なるほど。まあ、一方でね、コーチの皆さんもちょっと体重減らせっていう声もシーズン中あったりもしました、はい、ちょっと今のお話はそれと相反するようにも聞こえるんですが、そのあたりってどうなんでしょう、はい、多分体重落ちると思いますけどね、うんうん、もっとより野球しやすい体を目指して、うんうんうん、オフはやっていきたいと思います、うん、ファンの皆さんも新之助投手がプロレスが大好きっていうのはもう皆さん分かってますが、はい、
いきなりキャンプインの2月1日レスラーのような体型で現れないでくださいね。そんな体になったら野球できないですからね。どこ目指したんだっていうオチはやめてくださいね、はい、逆に落とすのが難しくなるんで。まあ来シーズン、まあ、ちょっとまだ気は早いですけど、はい、2勝5勝ときました、はい、まあ、勝ち星も含めて、どうでしょう、ご自身の最低のハードルテーマっていうのはどういったあたりに設定されるんでしょう。いやもう去年のオフから言ってる2桁は最低ノルマにはしたいと思いますけどね、うん。あと、まあ、チーム全体の話になりますが、ちょっとやっぱり先発ローテで苦しんだシーズンでもありましたが、はい、小笠原投手、笠原投手、柳投手、はい、若い投手がこうまた力をつけてきた、そうファンの皆さんも期待している部分あると思いますが、どうですか。まあ、いろいろ意見交換もしてますし、その練習だったりっていうのもやっぱり切磋琢磨してやってるので、うん、まあ、そこに関しては、まあ、もうシーズン終わり間近ですけど、うん、まあ、結果残ってきてるので、うん、まあ、よかったのかなと思います、はい、ぜひあの若い風をまた吹き込む、はい、来シーズンにしてくださいね。はい、頑張ります、はい、1週間にわたってお届けしてまいりました小笠原慎之助投手のウィークリーリープレイヤー、今日が最後のテーマ、来シーズンに向けてという話だったんですけれどもね。はい、まあ、ちょっと、まあ、聞いてちょっと気になったんですけれども、小笠原選手ちょっと筋トレもしていきたいみたいな話もありましたけれども、ちょっとどういうところを、ね、やってると気が楽ですからね、はい、だからこれはね、筋トレやるのもいいけど気をつけなきゃいけませんよね、うん、ただただマッチョってこうね、この太くなればいいってもね、はい、ピッチャーに大事なっての大事なことはやっぱり柔らかさですからね。そうですよね、だからそれを絶対に忘れちゃいけませんよってこと、だからやり方を間違えちゃいけませんよってことですよね。あの昔ね、あの今もあの楽天の編成にいらっしゃる福田さんが二軍監督時代に聞いたことあるんですが、やっぱりあのピッチャーというのは変に筋肉をつけすぎてしまうと、うん、乳酸が溜まって動かなくなるので、はいはい、この絶妙のバランスで筋肉つけるのがとっても難しいという話、うん、教えてもらったことあるんですが、だもう名前挙げてもいいと思いますけど、今楽天のコーチやってる与田、はい、いるでしょ、はい、与田はあのマッチョになって失敗ですもんね。あ、確かにそうでしたね、はい、柔らかみは全然なくなっちゃって、はい、ボールは速いんだけど、はい、回転力がない、キレがなくなっちゃって、で結局ダメだったですよね、はい、だから慎之助もそうですよ、キレのピッチャーですから、はい、だからちょっとキレがないとホームラン打たれやすいピッチャーですよ。これも私も一緒ですもん。でホームラン多かったでしょ、はい、でホームランなんかつきもんですから、気にするなとは言いたいけど気になるんですよね、本人はね。まあね、うん、だから私の経験で言うと、もうずっと最初から最後までホームランは10イニングに1本で済ませようっていうのは一つの目標だったですね、はい、ということは130イニング投げたら13本に止めておこうっていうやつ、はい、だから慎之助は100ちょっとでしょイニングね、はい、それで21本だったかな、昨日のね、勢いで、うん、これもちょっと多いかなっていう、だそういう自分で目標を立ててそれを達成すると数字はいやおなしについてきますよっていうね、うん、そういうふうにやってってもらいたいかなっていう、ホームランについてはね、はい、はい、まあ、小笠原がですね、まああちこちから聞かれた声が一軍に戻ってきた時にちょっと太すぎるんじゃないのっていうの ね言われやすいよね。私なんかもう全然気にしない、そんなに。ああそうですか、はい、じゃあ小笠原今度細くなったら力出ないですよっていう話もできますからね。あ、はい、これであの顔が太り顔ですよね、まずね、はい、太り顔、それで日本語にはいい都合のいい言葉があって、はい、小太りってのがあるんですよ、はい、小太り、はい、で小太りの選手っていうのはある程度太くないと力が出ないわけですよ、はい、だから太くたっていいピッチャーいっぱいいましたって。あ、じゃあ江夏さんが例えばですよ、昔の、はい、申し訳ないけど、はい、江夏さん痩せろって言いました、みんな言いませんね、言いませんって。あの出たお腹をね、そうでしょ、あらって言って足上げて投げるところが江夏ですもんね。その彼太ったって何でも体が柔らかかったもん。柔らかかった、で新之助もあの何関節柔らかいんだから、はい、もうそんなに気にしなくてもいいと思う。ちょっと汗かきすぎかな、ゲーム中にちょっと水飲みすぎかなっていうのも、うん、ありますけど見ててね、で汗かく割にはアンダーシャツがこの袖が出てないなとかね、それはもう指先まで血が流れて、あ、血だって汗が流れてきて、ね、これでボール投げるのにちょっと支障あるんじゃないかっていう。これシーズン中もね、小笠原投げてる時に解説していただいて、はい、ましたね、その話してくださいましたね。しましたね、しましたね、できれば七分袖で投げたらいいかななんて思いますね。うん、
やっぱり指先の微妙な感覚でねボールいろんな球種投げるわけですから、はい、やっぱ汗ってものすごい影響しますよね。しますね。で汗かきですしね。で拭いても拭いても治りませんから、うん、であのマウンドにある白いロジンバッグじゃ、はい、あれじゃ間に合わないですよ。そうですか、はい、そこまでなんですね。間に合わないです。はな、うん、そういうの注意したらした方がいいんじゃないかなと思いますね。ね、はい、まあ言ってもまだ高校出て2年目ですからね。そうなんです。一つ一つね、はい、必ずエースになりますから左の。そうですよね、はい、ぜひ小笠原投手頑張ってほしいと思います。